こんにちは、プードル刺繍の花デイジーです。今日はパリオンローズステッチを2種類の大きさ、3色で刺していこうと思います。色の雰囲気や糸の本数でちょっとこう表情変わるので、参考にしていただければいいと思います。Hi everyone! I'm going to show you パリオンローズステッチ using 6 strands and 4 strands and 3 colors. This video can be useful for you. Let's get started now. はい、それでは早速ここに4色の刺繍糸が用意してあります。これ葉っぱ用、6本取りのベリー色で、6本取りの黄色とそれからピンクで、こちらの方は4本取りです。なんかややこしくてごちゃごちゃですが、まあそれぞれパリオンローズステッチを使ってバラの花を刺していくので、ちょっと何かの参考になればいいなと思って動画を撮っています。まず6本取りを使ってパリオンローズステッチ、バラの花を刺していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、中心部10回巻き、でこのバリオンローズステッチは、まあ、その動画が他にありますので、ここで詳しく説明しているので、まあ、その動画、URL 貼っておきますので、参考にしていただければ嬉しいです。今日はまあこう刺していく様子を今10回巻きました。もうこの後黙って刺していくので、手順を参考にしていただければと思います。6本取りのバリオンローズステッチ出来上がりました。そしたら違う色であと
2つ刺していきます。その後4本取りでまた3色刺していきます。離して刺してもいいのですが、ちょっとこう一つの塊みたいにしたいので、割とくっつけたところで刺していきます。このバリオンローズステッチ、この中心の部分はバリオンノットステッチなんですね。この塊のステッチで、これこう浮いているので、このようにしてこう留めるのですが、私赤い方これし忘れたような気がします。まあ、この分かりやすい動画あるので、そちらの方で参考にしてくださいね。なんか喋りながらちょっと忘れていたみたいな気がします。確かやっぱ忘れてますね、動くので。まあ、本当は今のように、止めるんですね。で、手順は同じなのでどんどん刺していきます。ちょっと編集で飛ばしますね。まあ、3つできた段階で、ご紹介しますね。はい、バリオンローズステッチ6本取りで3つ3色使ってこのようにできてきました。そして今度こちらの方に4本取りのものを同じように作っていきたいと思います。バラを6個刺してきたので、今度はちょっとこうあの間に葉っぱを刺していこうと思います。4本取りです。もうこれはよいしょ、レゼデジステッチで葉っぱを付け加えていきます。こういうバラの花と花の間に加えていかれるといいと思います。まあここに刺さないといけないことはないんですけどね、デザインでいろんなところでお好みでいいんですけども、まあ、今回はここへ、まあ、一番しっくりくるんですね、この辺に刺すのが。まあ、1つずつ刺してもいいですし、まあ、2つ刺してみてもいいと思います。ちょっとここ2つ刺してみましょうか。レゼデジステッチもこう布をすくって刺す刺し方と、今こう
針を出してきて、また同じとこへ入れて、で少し先に針を出して、でこの糸をこうくぐらすんですね。ループの中に針を入れて、このようにして、だから布をすくいにくいときはこういう刺し方でもレゼレジステッチができるので参考にしてみてください。はい、こんな感じです。葉っぱが加わると一層なんかこう可愛らしくなりますね。じゃあこっちの方も刺していきます。まあ、葉っぱの刺し方もこうやってここちょっとこう空間がたくさんあったので3枚刺してみました。長いものと両脇に短いもの、いろいろな感じでデザインを作ってみてください。はい、葉っぱの雰囲気もちょっとこう長いものや短いもの、こう3ついっぺんに刺したものとかこう比べていただいたらいいなと思っていろいろに刺してみました。どうでしょうか。はい、これが6本取りで刺したバリオンローズステッチで、こちらは4本取りで刺したバリオンローズステッチの花束と言ったらちょっと大げさですけども、お花の塊ですね。塊っていうのも変ですが、で今回6本取りと4本取りで作っているのですが、巻き数はどちらも10回巻きです。でバラの大きさなんですが、こちらの6本取りで作った方、まあ約どこを測ればいいかな、まあ約 1.2 センチほど、この直径がですね、一つのバラの。こちらの方はこれも大きさが違いますけども、このちょっと一番小さいの測ってみましょうか。これでまあ9ミリぐらい、まあ大きな差はないのですが、ちょっとこうボリュームをつけたいなっていう時は6本取りでされてもいいですし、もう少しこじんまりとしたいなと思ったら4本取り。布のすくう長さ、そして巻き数によっても変わるので、いろいろと試して一番お好みの大きさを探してみてください。かわいいですよね。私バリオンローズステッチ大好きなんですね。大好きなんだけれども、自分で作るのはちょっと苦手なので、こう商品なんかにもあんまり登場しないんですよね。実はまだマスターできていないので、ちょっとこうなんていうのかな、なかなかこうこれで完璧だぞっていうのはこう作れないでいるんですね。まあでもどんどん練習して、こんなに大好きなステッチなので、まあ、商品の方にも生かしていければなと思っているところです。でこのバリオンローズステッチには思い出があるんですね。私が2歳か3歳かな、まあアルバムの中で見て分かったんですけども、黒いニットのベストみたいなのを着ていました。ちょっとチュニック丈のような感じで、でポケットのところにこういうステッチが両方に刺してあったんですね。なんか子供心にもそれを見て大好きだな、可愛いなと思ってたんですね。なので今でも大好きなステッチです。ぜひ皆さんもマスターしてみてください。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。Did you like my YouTube channel? Please subscribe to my channel if you like. I'll be so happy. See you soon. Bye! それでは、さようなら。